真夜中に下の階で物音がしたので目が覚めました。まずはその音の原因を確認しなければなりません。何者かが家に侵入していると思ったらすぐに静かに音の原因を特定しましょう。もしかしたら単にネズミが物をひっくり返しただけかもしれません。もしキッチンに誰かがいるのを発見したらすぐに逃げ道を確保してください。避難はしごがある場合にはそれを使えばいいですし、ない場合には窓があれば脱出できます。でもその場から動けない場合には電話を取って警察に電話し、住所を伝えて状況をできるだけ簡潔に説明してください。すぐに警官が駆けつけてくれます。パトカーが家の付近に到着したのですが、家の住居番号が見つかりません。ようやく家を発見し、到着したのは近所の住居番号を見ながら家を見つけた後でした。だから警官が到着する前に泥棒はすでに逃げてしまいました。住居番号の表示がすごく小さくて見つけられなかったんです。さらに郵便受けの表示もほとんど目に入らなかったようです。そんな時のために新しくてピカピカの名板を買って、数字が大きく目立つようにしておきましょう。そして郵便受けの住居番号の表示がよく見えるかどうかもチェックしておくこと。家を守るためのもう一つの効果的な方法はフェンスを作ること。簡単に侵入できないように金網や金属のフェンスを張ってください。そして泥棒に持ち上げられないように下の部分をコンクリートで固めておきましょう。ちょっと見た目が荒い方法としては有刺鉄線を張り巡らすこともできます。次は庭に照明を取り付けてください。庭が暗いと泥棒のターゲットになりやすいので気をつけましょう。そしてオンにしたりオフにしたりできる電灯を屋外に取り付けてください。庭が明るいと外にあるものを確認することもできますし、隣人の目にもつくので、怪しい人物を発見したら必要に応じて警察に電話してくれるかもしれません。さらに監視カメラを取り付けて、通常や昼間はオフにしておきましょう。モーションディテクターと連動させておけば、動きを感知するたびに明かりがつき、同時に録画するようにセットすることもできます。そうすれば泥棒をおじけづかせるだけでなく、何かが起こった場合録画した証拠も残ります。ドアベルカメラを使うこともできます。誰かがドアを鳴らすと家にいなくても応答することができるのです。ドアベルと電話がつながっているので、どこにいても電話で応答することができます。見知らぬ人が何か怪しい行動をしている場合には、家にいるふりをして興味がないと伝えることもできるんです。庭に茂った低木は隠れやすいので、泥棒が不法侵入していることに気づかないかもしれません。ですので庭を安全にし、きれいに見せるためにきちんと手入れをしておきましょう。休暇中はソーシャルメディアに自分の居場所を投稿するのは控えてください。しばらくの間泥棒が自分の家を狙っていた場合、家を開けることが知られてしまうと、泥棒に入る絶好の機会を与えることになってしまいます。素敵な写真が撮れたとしても、投稿するのは家に帰ってからにすれば、空き巣に入られる可能性が低くなりますよ。また毎日の行動を見せびらかすのもやめておきましょう。自分の毎日のスケジュールが知られてしまったら、食料品の買い物に出かけた間に簡単に空き巣に入られてしまいます。当然ですが、近所の治安が良くても家を出る時には必ず鍵をかけてください。そして新しい家に引っ越したら必ず鍵を交換してください。アパートでも部屋を借りている時でも念のため変えておきましょう。家に誰もいない時でも家の中に誰かがいるように見せてください。テレビをオンにしておくのもいいですが、テレビシミュレーターを使うと便利ですよ。そうすれば好きな時間帯にオンやオフに切り替えるようにプログラムできます。やっぱり常にオンだとバレバレですよね。さらにシミュレーターは本物のテレビよりも電気を食わないので、電気代も節約できます。タイマー付きの目覚まし時計にランプを接続しておいて、夕食から睡眠前の時間帯にタイマーを設定しておくのもいいでしょう。さらに目覚まし時計にラジオを接続することもできます。大きな音で音楽が鳴っていたら泥棒も諦めるはずです。バーベキューグリルや自転車、機械系のアイテムなど、外に貴重品を置きっぱなしにしないでください。
ガレージや物置に保管してしっかりと鍵をかけておきましょう。家の外に防犯カメラを設置しておけば仕事中でも安心です。これは空き巣に入られる心配があるときに便利ですよ。比較的新しいドアでも補強しておきましょう。泥棒はどうしても家に侵入したいと思った場合、忍び込まずにドアを突き破ろうとするかもしれません。そのためには簡単に開けられない頑丈なドアが必要です。窓も同じことです。石をぶつけられても割れないタイプのガラスを取り付けておけば、いざという時に安心です。代わりに防犯フィルムを使うこともできます。これは窓に貼り付けて強度を高める強力な透明のフィルムのことです。窓が割れてもこのフィルムがガラスをしっかりと守ってくれます。これが貼られていると侵入するのにかなりの時間がかかるので、泥棒も諦めるかもしれません。さらに郵便物が溜まっていると家が留守だということがバレてしまうこともあります。郵便受けが手紙だらけだと数日間はチェックしていないことが見え見えです。ご近所さんをお茶に招待して仲良くなりましょう。留守の時には自分の家を見張ってもらい、相手が留守の時には家を見張ってあげればいいのです。そして不審な人を見かけたら知らせるよう打ち合わせをしておきましょう。そうすれば休暇中にお願いをすることもできます。そして人が家にいるように見せるために隣人の車を家の前に停めてもらうよう頼んでみましょう。さらに郵便受けの鍵を渡しておいて手紙を受け取ってもらうよう頼んでください。相手が家を開けているときは代わりに面倒を見てあげればいいんです。また家の中を歩き回って泥棒の立場になって考えてみましょう。家の中に入るためにはどうすればいいと思いますか？2階に簡単に登れる木があったり、ガラクタの山を踏み台にして登ることもできるかもしれません。ですのでそのようなものは撤去し、上の階に登りにくくしておけば上の階の窓を壊して入ろうとはしないでしょう。玄関のドアに郵便物の投入口がある場合には郵便受けからのトリックに注意してください。郵便物の投入口に棒を差し込んで鍵を奪おうとしたり、ドアの鍵を開けようとしたりする泥棒もいます。そんな場合はメールボックスケージを取り付けておけば心配ありません。家の中に貴重品を隠す場合にはできるだけ視界に入らないようにしてください。一番安全なのは金庫を買うことですが、その代わりに万が一のためのおとりアイテムを用意しておくこともできます。ベッドサイドテーブルに偽のゴールドブレスレットを置いておけば本物と勘違いして喜んで出ていくことでしょう。動物が好きなら犬を飼うのもいいかもしれません。外で寝られる居心地の良い場所を確保してあげれば喜んで家を守ってくれます。庭に足を踏み入れた音を聞いただけで吠えて警告します。さらに近所全体が目を覚ますので、みんなの注意を引くことにもなるんです。家の中にカレンダーは貼らないでください。そうしないとこれまでの努力が無駄になってしまいますよ。泥棒が裏庭の窓から覗き込んだ時に家にいない日が書かれたカレンダーを見つけたら、今までの努力も水の泡です。最後の手段として寝る時にベッド周りにパニックボタンを置いておきましょう。このボタンは押すだけで警察に通報されるようにプログラムされています。これで家に侵入されてもすぐに警察に通報できますよ。空き巣は狙う家を事前に物色するという話は聞いたことがありますよね。つまり犯人側は家主を監視し、その日々のスケジュールを調べ、家に入る最良のタイミングを測るのです。犯行当日になる頃にはもうすでに家主がその時間帯どこにいるかもバレていますし、家の中に誰もいないこともバレています。情報収集の手段として使われるものは至って単純で、大抵の人であれば見過ごしてしまいがちなものです。家の玄関先へ立ち入った時、足の下から小さな割れる音がしたら要注意。そこにあるのは何の変哲もないクッキー。しかしこれは恐ろしい空き巣の前触れです。このクッキーは夜の間にあなたが帰宅しているかどうかを調べるためのもの。大抵の人は気にしないどころか気づきもしません。家に帰ってクッキーを踏んでしまった瞬間、あなたのスケジュールが犯人側にバレてしまうのです。まず家に人が住んでいることがわかりますし、帰宅時間も特定されてしまいます。そしてこの時あなたが帰宅しなかった場合はもっと恐ろしいことになるでしょう。
ドアマットの下にセットしたクッキーが形を保っているということは、犯人にとっては今が忍び込むチャンスだということ。ドアマットの下などにそのような類のものを見つけたら気をつけましょう。何者かがあなたの家に目をつけて監視している証拠です。安全のために警察に通報することを考えた方が良いかもしれません。クッキーは使われる手口のごく一部。白い小石が自宅やガレージ前に置かれている場合も要注意です。空き巣がすでにあなたの家を訪れており、この家は狙い目だというマークをつけているのです。日中は留守の家であることを示す意味合いでもあります。通りを歩いていて壁から USB が飛び出ていても驚かないように、デッドドロップの現場に出くわしたのでしょう。名前は恐ろしげですが、デッドドロップとはスパイの情報交換の手法で、現在はそれを利用したアートプロジェクトにその名が使われています。このデッドドロップを知っている人は喜んでスパイよろしく、この USB を使って情報を交換することでしょう。何十年も前の時代、スパイは独自の方法で情報のやり取りをしていました。ライブドロップと呼ばれる方法は直接会って交換するというもの。しかしこれには危険がつきまといました。そのためデッドドロップという方法が考え出されたのです。この場合、壁の外れやすいレンガの裏に重要書類を隠し、後に回収させるといった方法が使われました。現在このデッドドロップは世界中に1500箇所ほど設置されています。 USB ドライブに蓄積されたデータはざっと 10TB。 南極以外の大陸であればどこででも出会うことができるので探してみてください。とはいえ、見つけたらどうすればいいのかというと、あなた自身のパソコンなどでアクセスしてはいけません。中にどんなウイルスが入っているか分かったものではありませんからね。リスクを承知で遊んでみたいという方はセキュリティ対策を万全にしておきましょう。また USB の中にはどんな情報が入っているか分かりません。中の動画や写真、テキストファイルなどは自由にダウンロードすることが可能で、これが様々な問題につながっています。ちなみに USB の入った小包が送られてきた経験はありますか？その場合 USB をパソコンに読み込んではいけません。この手口はオーストラリアで主流なもの。警察はハッカーによる新手の手口だと警告しています。ラベルのない USB を郵便受けに投函するのです。中身は大抵の場合マルウェアで、入れてしまうとパソコンがとんでもないことになります。人間の好奇心につけ込んだこの方法は結構成功しているようです。謎の USB の中を調べずにはいられない人が後を絶たないというわけですね。もちろん調べた人のパソコンはお釈迦。詐欺系の広告が流れ始めたり、ファイルやプログラムが破損したり、というわけでそのような USB には触れないようにしましょう。ショッピングモールや空港から駐車場の車に戻るとき、鍵を開けてエンジンをつけて走らせようとした瞬間、フロントガラスにお札が挟まっているのが目に入ります。ワイパーに巻きつけてあるような、これは拾い物だと思ったあなた、誰かがあまりにもうっかりしていてワイパーにお札を巻きつけてしまったはずがありませんよね。気をつけて、これは立派な犯罪の手口。車から降りてお札に近づいた瞬間、強盗がそばから飛び出してきます。犯人はあなたの車に突然乗り込み、全速力で駐車場を後にすることでしょう。確かにフロントガラスをちょっと見ようと車から出るとき、エンジンはつけっぱなしにしますよね。その結果、あなたは1分足らずで車はおろか、財布も書類も貴重品すべてを失い、駐車場に置き去りにされるのです。またシャツのような衣類が同様の場所に巻きつけられているケースも報告されています。これを見ても引っかかってはいけません。気づかないふりをして車でできるだけ早くその場を後にしましょう。これも強盗たちが使用するようになった手口の一つ。その仕組みはこう。ワイパーの動きや視界を妨げるこのようなものを見た人のリアクションは大抵取り除こうとする。その行為に躍起になるあなたに強盗たちは簡単に襲いかかれるというわけです。この方法の犯罪も駐車場でよく見られます。照明が暗く人通りも少ないため目撃者がおらず、また待ち伏せ場所も多いというわけです。ある日帰宅した時に玄関の扉や家に落書きのようなものを見つけた時は、すぐに警察に連絡しましょう。子供のいたずらや引っかき傷に見えても念のため。空き巣は同業者に通じる符号を使っているんです。
例えば特定の地域の場合、ローマ数字の2は金持ちの家、狙い目を意味します。その一方、丸バツはこの家には旨味がないという意味になります。となると自分の家にそのマークを書いておきたくなりますね。4つに分かれた横長の長方形は、ここには大きな番犬がいる。縦線で2つに分けられた三角形は、ここは夜に狙え。これの逆さバージョンは夕食時以降に狙え。アルファベットの A と K を組み合わせたものは、この家には常に人がいるになります。泥棒はこれらの符号を使っていつ何時家を狙うか分かりませんから、とにかく気をつけて。車上荒らしによく使われているテクニック、ドアの取っ手にコインを挟むというものです。この状態で車の持ち主がリモートロックをかけると、本人はかけたと思い込んでいてもロックがかかりません。コインのせいで取っ手が浮いているドアが開いたままになるのです。そして持ち主が車から離れたところで、車上荒らしが車の中に忍び込み、罪悪車ごと盗み去ってしまいます。もう一つのテクニック、ショッピングモールでイベントやパーティーなどの催し物があった際、車上荒らしは特定の車が駐車の妨げになっているため移動させるようにという旨のアナウンスをかけます。そして持ち主が現れたところで集団で襲いかかるのです。車のキーをほぼ確実に持っているに違いありませんからね。